メキシコの祭りは、H.O.N. リードが作曲した公共曲。吹奏楽のための公共曲として作曲され、後に還元楽版も作られた。リードは、グッケンハイム財団の奨学金を得て、1948年から1949年にかけて、メキシコで5ヶ月に及ぶ民族音楽の研究を行い、その成果として1949年にこの、 公共曲を作曲した。素材として主に、ハリスコ州のグアダラハラとジャパラで収集した民謡を使用し、三楽章構成の公共曲としてまとめられている。一般的な吹奏楽の編成にオプションとしながらも、低音木管楽器を多用し、マリアッチの音楽でもよく用いられるようにハープを加え、さらに第一楽章では、闘牛場の音楽をオフステージのバンダが演奏する。 1964年にはデトロイト交響楽団の移植で作曲者自身の手により還元略にも編曲されている。演奏時間は22から23分。奨学金を得る決め手となった推薦状を書き、初演の指揮も務めたウィリアム・サンテルマン少佐に検定されている。楽譜は1954年にアメリカのミルズ・ミュージックが半権を取得し、 1957年にベルウィン・ミルズから出版された。その後、出版社の九州合併により、ワーナー・ブロスを経て、現在はアルフレッドが出版、販売している。1950年2月26日に、メリーランド州アナポリスの海軍兵学校、ダール・グレン・ホールにおいて、ウィリアム・サン・テルマンの指揮、アメリカ海兵隊軍楽隊の演奏による、 1961年7月6日に、杉並公会堂において、大橋幸夫の式、国立音楽大学ブラスオルケスターの演奏による。1965年4月8日に、シクステン・エール・リンクの式、デトロイト公共楽団の演奏による。2015年11月8日に、静岡市のグランシップにおいて、中原友成の式、シンホニエッタ・静岡の演奏による。 プレリュードと、アズテクダンスミサカーニバル。ありがとうございます。